ミラクル1は、藤子、F、藤尾による日本の漫画作品。月刊コロコロコ,ロコミック月刊化、第1号記念作品。月刊コロコロコ,ロコミック1979年4月号から12月号まで連載された。前後は、単行本は、藤子、藤尾ランドより全一巻が発行されている。単行本には、中ポコ、ベラボーが同時収録されている。また、 小学館の雑誌、ドラえもんクラブ、熱血。コロコロ伝説に一部再録されている。2010年には、藤子、F、藤尾大全集に全話が収録された。コロコロ発刊当時、藤子、F、藤尾は看板作品である、ドラえもんに、絶対的な自信を持っていたが、同志の編集部は、彼に、まだ新しいタイプの作品を描くことが可能と、考えたことから、 ドラえもんでも、パーマンでもない新しい方の作品として制作された。1980年のドラえもん初映画化を前にして、本作の連載は終了するが、藤子 F 自身も本作を愛していたため、いつでも再開できるよう、完結ではなくあくまで中断という形式が取られた。その後も映画の大ヒットによって、藤子 F の気持ちがそちらへ向いてしまったため、 本作の連載が再開されることはなかったが、本作の持つドラマ性はドラえもん映画作品へ統合されたと見る向きもある。太古の昔に地球に来た自我を持つ宇宙船に選ばれた地球の少年と少女が宇宙科学で事件を解決するという設定は、かつて、藤子 F、藤岡士九百七十三年から百七十四年に、テレビマガジン、楽しい幼稚園、お友達、 ディズニーランドに連載したパジャママンを思わせる。ある日、日本のある市で地震が起こる。その地震は800年前に10万光年彼方から地球に不時着してきた意志を持つ UFO のくしゃみによるものだった。ふとしたことからその事実を知った少年、未来とその友達の少女、栗島くるみは未来の愛犬、ワンの体を借りた UFO と共にスーパーマン。 ミラクル1となって UFO の提供する不思議な科学技術により地球をもっと良い星にするという目標を持ち様々な事件を解決していく。ミラクル1の活動時に UFO が提供するミラクル製のアイテム。1995年頃に米谷義友の企画、監督で新映動画によるパイロットフィルムも制作されたが実現までには至らなかった。2017年に フジ子フジオ FC ネオユートピアの第12回フジ子アニメ上映会で公開された。ありがとうございます。